どうも、構図です。今回ですけども、坂川日向ちゃんの話をしたいというふうなところですね。7日と6日、5月の7日、6日、6日、7日か、AKB 法人で個別お話し会、参加してきまして、これは2日目のね、Vlog。1日目は、もう、ブログも Vlog も上げてるので、まあ、ぜひそちらも見ていただければと思うんですけど、まあ、今日はこの、2days 目の、ブログをもとにね、いろいろ、坂川日向ちゃんの話をしていきたいというふうに思います。もともとね、その2部から6部まであったんですけど、その前日にね、その坂川日向ちゃんにお示しすると、その前日ね、初めて、その、接触した子がね、小浜ここねちゃん、橋本恵里子ちゃん、山崎そらちゃん、坂川日向ちゃん、その4人、まあ、あと18期ね、全員ですけど、初めて、話して、まあ、ズバ抜けて、僕のフィーリングに合ってくれたのが坂川日向ちゃんだったと。もう AKB 入ってから3年ぐらい経つんですってね。いやー、早く言ってよっていう。でも、多分、構図ゾーンに入ってんですよ。坂川日向ちゃんが。やっぱり今まだ高校生だけど、もうすぐ18歳でしょ？やっぱそれぐらいの年齢がね、僕に刺さるんだと。若すぎるとダメなのかもしれません。だからちょっとね、いい感じの年齢になった今、私は坂川日向ちゃんをおしまししました。という感じです。だからなんかね、何がいいのかって言われると、やっぱ対応ですよね。やっぱ明るいんですよ。非常に明るい子。そう、明るい子。元気もらえるんですよね。あれはね、久々の感覚、やっぱもう、新しく、なんかメンバーに知られるために頑張ろうっていう気力って、もうね、さすがにね、衰えてきてて、だしもう結構十分知ってくれてる子がいるから、ありがたいことに、まあそれまでめちゃくちゃ通ってたからなんだけど、現場に。だけどやっぱりさ、やっぱ新しい子に知られると楽しいなっていうのをまた再認識したので、やっぱ皆さんね、こう知られるって大事ですよ。こう認知何それみたいな感じで、ちょっと生きってる人いるかもしれないですけど、いや全然、もう素直に知られに行きましょう。ほんと、それ大事。で、これ2日目じゃないですか。ブースに入ってそこコースさんと言われて溶けてやっつって。前日ね、2枚出しは2周しただけなんですよ、僕は。坂川日向ちゃんね。構図って言います、つって。で、名乗って。カメコしてて、つって。もうちょっと、日向ちゃんの写真ちょっと、ピアーリーナの時のやつ、もう血眼になって現像するわ、つって。で、その翌日の、握手会。で、3枚出し1回目の時ね。に、あ、構図さん。いやー、記憶力。だってさ、あんなさ、2枚出しってたら20秒ぐらいよ。20秒、20秒、たかだか40秒よ。そう。1日24時間あるうちの40秒、僕と話しただけでね。で、その、なんだ、最初から別に名乗っちゃう。2回目に名乗っちゃったからさ。この人、降参かなっていうふうに確認することができないまま昨日終えての、翌日、降参。いやー、優秀。記憶力が、通常以上あります。坂川日向ちゃん。通常の、人間のレベル以上にあります。なので、すごい、やっぱね、オタク覚えられる子って優秀だと思ってて、ある程度興味ないと難しいじゃないですか。だって、なんか何回も来るけど、なんだろう、この人って思いながら対応してたら、覚える気なんかさらさらないじゃないですか。でも、やっぱりその、たかだか2枚出しに、2周した次の日の、1回目の対面で名前呼ぶって、優秀。いや、すごいなと思いましたね。坂川日向ちゃん。なので、おすすめです。押し増しがね、かなり使えたんですよ、この2日間。僕はね、6月十何日の幕張メッセも行く予定なんだけど、その時にも使えるといいな。もうだって、もう行くのやめたっていう、この件がさ、ま、手元にいっぱいあるから、押し増しにしたいんだよね。まあもし使えなかったらまた別の誰か探さなきゃってなってるから、
それも大変だなと思いながら。いやーでも優秀、坂川日向ちゃん優秀だったわ。そう、やっぱ興味ないと覚えられないからね。こういう風にこの高らか2周して、その次の日に、まあでも1日空いただけやんけっていう人いるかもしれないけど、それでも覚えない子は覚えないから、優秀です。で、これ余談ですけど、書いてあるけど、その大型の子好きな説あるんですよ、僕。春菜ちゃん、小島春菜ちゃんも大型、指原莉乃ちゃんも大型、長尾まりやちゃんも大型じゃない？で、岡部凛ちゃんは血液型不明なんですが、多分大型だと思う、この流れで。日向ちゃんも大型なんです。やってる、これは。これは長続きするパターンと踏んでます。いやー、だから日向ちゃんマジで AKB やめないでほしいなまだまだ頑張ってほしいな。だし、その高校卒業したらさ、あれでしょ、福井からね、東京出てくるってなったら、もっともっと仕事ある、なんかショールームかなんか、なんかマネージャーさんに言われたみたいな、なんか配信があったんでしょ、なんか出てきたら選抜入りもみたいな。いや全然あるわ、全然選抜入れるわ、日向ちゃん。だし、こういう風にファンをつかむことができる握手対応をやり続けてるのであれば、全然いけます。ファンは増えます、このやり方を し続けてれば。絶対にファンが増えます。だって俺事実増えたじゃんそういうの大事だ。俺が増えるってことは、結構ちょろいちょろい系のオタクの人は何人か増えてるはずだから多分増えると思います、増えてると思います。それ大事。だし、意外とそのオタクは律儀だからね。思ってる以上に律儀だから、そう、やっぱいい対応してくれる子は、毎回顔出そうかなっていう風になると思うし、僕は、俺はそういう人なんでね、なるので。だし、モバメ登録したしね、早速貢献。そう、モバメも、なんつうかもうすでに来てて、いい感じっすよ。写真も載っけてくれるしね。でも、あとはなんか、ほんと SNS 多めだから、Twitter あったり、何？インスタあったりするから。まあそういうのもあるしね。まあだからすごいいい子見っけたって話でした。皆さんも興味がある方、坂川日向ちゃん僕のおすすめです。最近の若手メンバーちょっと気になるなっていう風な方、ちょっと17期は合わないかなとか、ちょっと18期もちょっと億劫かなっていう人は、まああえての坂川日向ちゃん、いいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。